今日真夏日となったのは熊本市。午後1時過ぎに 32.1 度まで気温が上昇し、暑い1日に。季節外れの暑さは東京でも。午前中に25度を超え、5日連続の夏日となりました。10月中旬以降に5日連続して夏日になるのは実に73年ぶり。だいぶ暑いですね。アイスコーヒー暑くて買っちゃいましたね。暑い日が続く中、今高騰しているのがトマトです。都内のスーパーを覗いてみると、こちらトマト3個入りで537円です。3個で537円、1個あたりおよそ180円。うわ、高いですね。びっくりしました。うちはトマトが何しろ好きなんですよ。これはちょっと高すぎるわ。無理無理。でも買います。今はもう本当今年最高の高いっていう水準ですよね。平年ですと大体、200円前後ぐらいのものが今500円超えてるような状況。むしろこの値段で言っても赤字なんで。 N スタが調べたところ、都内にある他のスーパーでは1個220円や280円ほどで売られているところもありました。実際トマトの卸売価格を見てみると、8月中旬にはキロ400円ほどだったものが先週あたりから800円を超え、倍の値段に。なぜトマトが高騰しているのでしょうか。完熟トマトがたっぷり入ったポモドロパスタに、ちょっと珍しいトマトのカルボナーラ。ここは東京池袋にあるトマト料理専門店。トマトが高騰し、悲鳴を上げています。結構高くて厳しい。頑張ってもあまり利益があまり出ないと思います。でも頑張ります。仕入れ値は3ヶ月前1個120円だったものが250円ほどと倍以上になったといいます。先ほどの完熟トマトのポモドロパスタ、この料理だけでトマトを丸々3個、そしてこちらのトマトのカルボナーラは4個も使います。他にも全てのメニューにトマトが入っているため、月に使用するトマトはおよそ800個。やっぱり本当にあげたいと思ってるけど、なかなかね。一体なぜこんなに高騰しているのでしょうか。アキダイの社長に聞いてみると、今年もやっぱ猛暑でしたよね。でみんな高温障害でダメになっちゃったんですよね。そしてやっぱりこの残暑でトマトの需要って上がってますよね。その影響もあってやっぱり値段の方が釣り上がってる状態ですね、はい、トマトが高騰する中、今おすすめの野菜は。非常に白菜今ちょっとおすすめですよ。この間だいたい150円近く行きました。ですけどまた今100円ぐらい下がってきて、ぜひ鍋なんかしたらいいかなと思いますよ。